半湯譲る地上を救うものエストポリス電気にメドレーフロム RE アンダーラインプレイ左再生回数710万回突破感動の瞬間を共有しよう半湯譲る地上を救うものエストポリス電気にメドレーフロム RE アンダーラインプレイ左の再生回数がなんとわずか8日で70万回を突破しました。エストポリス様おめでとうございます。この素晴らしい成就を見ると心が躍りますね。70万回もの再生回数を記録するまでにたくさんの人々が動画を視聴してくれたことに心から感謝します。その美しい瞬間を何度も見ても感動が新鮮なままです。これからもたくさんの人々に届きみんなで共有していけるといいですね。羽生さんの美しさは言葉では表現しきれませんね。彼の動きや表情からあふれる美しさはまさに彼自身にしかできないものです。見ているだけで心が奪われます。この動画は何度見ても飽きることがありません。再生回数が増える一方で私たちはますます魅了されています。その美しい瞬間を何度も繰り返し見ることが私たちの日常の一部になっていますね。またこの動画はトレンドにも上がっていますね。それもそのはずで羽生くんの神編集と美しい瞬間が見事に表現されているからでしょう。この動画を通じて羽生さんの魅力がたくさんの人々に伝わっていることを嬉しく思います。この素晴らしい動画がさらに多くの人々に届くことを願っています。最後に再生回数が増える一方で登録者数もあと一歩のところまで来ていることにも注目ですね。さらなる成長を期待して応援しています。エストポリス電気2の舞台裏があるからこそますます興味が湧いてきますね。その舞台裏での出来事や制作秘話などファンにとってはたまらない情報でしょう。このような素晴らしい動画が生まれる背景や裏話があることを知るとますます動画を見る楽しみが増えますね。このポーズや動きに関するあなたの熱い思いを伝えてくれてありがとう。その熱意と愛情が羽生さんの才能と美しさに対する深い尊敬を感じさせます。